鉄道の町下松駅です。到着した列車からたくさんの人が降りてきました。でこちらは駅前ロータリーなんですが、車両の輸送の到着まだ1時間以上あるんですが、多くの方がカメラを片手に場所取りをしています。どちらからお越しですか？名古屋です。名古屋から？はい、街の中を走るっていうのがすごいなと思って。はい、すごい楽しみです。5年ぶり3回目となる道路を走る鉄道車両見学プロジェクト、ものづくりの町下松を全国に発信したいと下松商工会議所や市などで構成される実行委員会が行っています。車両を製造した日立製作所笠戸事業所をスタート、 JR 下松駅までを往復するおよそ 3.3 キロのコースです。今回は初めて台湾全土で走る都市間特急の先頭車両です。この車両は3年前から出荷が始まり、台湾で特急列車として活躍しています。今年で予定の600両の製造が終わることもあって、感謝の気持ちを込めて披露となりました。大型連休初日、下松駅前交差点は20、30の人だかりです。牽引する大型車両の後ろ、台湾向け特急車両 EMU3000、 その先頭車両がやってきました。白のボディです。今牽引されているその車両が下松駅前交差点に差し掛かりました。沿道の方々はスマートフォン、そしてカメラを片手にこの車両の写真を撮っています。ゆっくりとこの先頭車両が下松駅前交差点を右に曲がります。1時間半以上前からこの場所は多くの方が詰めかけていました。その中を悠然と EMU3000、 その先頭車両が右に曲がってきました。正面から見るとこの表情、この顔です。白と黒のツートンカラーです。ED3501 編成という番号が正面の窓左上に打ってあります。近くで見るとやはり鉄道車両というのはこんなに大きいんですね。悠然と下松駅前交差点を右に曲がり、ゆっくりと駅前ロータリーへと入っていきます。沿道の子どもたちも笑顔でこの車両を見つめています。記念写真を撮っている、そんなご家族連れの姿もあります。みんな手を振って車両の到着を待ちわびていたお客さんたちも手を振っています。沿道の方々はカメラ、そしてスマートフォンを手に EMU3000 台湾向け特急車両の写真を撮っています。大型連休初日、下松市内でのイベントです。先頭車両は長さ 21.7 メートル、幅が 2.91 メートル、重さは 27.3 トン、トレーラーを含めるとおよそ32メートルにもなります。鉄道車両の陸上輸送は通行量の少ない深夜に行われることがほとんどなので、昼間にこの距離で見られることは非常に珍しいんです。おととい、このイベントに訪れた観客はおよそ5万人、家族連れも多く、沿道では子どもたちも笑顔で見つめていました。前回がまだ子どもが小さかったので来れなかったんですよ。だから絶対今日は来ようと思って。かっこよかったです。すごい迫力で来てよかったなと思います。面白い。今回のイベントに合わせまして飲食ブースがあります。でこちらにはドクターイエローのふわふわドーム、子どもたちに大人気なんですね。でさらにこちらはものづくりの町下松ということで、各企業のものづくり体験ブースがあります。こちらもごった返しています。下松でしかできないイベントなんですね。今回5万人ということで、本当に沿道にたくさんの方々がおられ、子どもたちの数が非常に多かったというのはすごく嬉しく思います。5万人
ですか。どうでした高橋さん。下松市の人口とほぼ同じ人で数なんですよね、はい。たくさんの子どもたちが目を輝かせていまして、大型連休楽しい初日になったのかなと感じました。で今度はですね、5月3日 SL 山口号の復活、この日に密着しようと考えています、はい。